96歳大学卒業、ギネス認定、大学院もいいね、1。今年春、京都造形芸術大の通信教育部の陶芸コースを96歳と200日で卒業した平田茂みのさんが最高齢の大学卒業生としてギネス世界記録に認定された。認定賞を手にした平田さんは学ぶことは楽しい。素直に嬉しいと喜びを語った。